こんなところで会うなんてすごい偶然だね。翔吾くんもお散歩？そうだったの？へえ、鏡川沿いなんてすごく環境がいいね。羨ましい。気持ちいいよね。身近なところに自然がある生活って。私、鏡川はよくお散歩する場所なんだ。私、千早の中でも特にここが大好き。海の方を目指して足を伸ばすこともあるんだ。でへっ、気分だよ気分。本当に行けるわけないよ。でもね、海を目指すって思うとちょっと心が躍るでしょ。だって鏡川は本当に海まで続いてるんだよ。そう思っただけで、でへっ、自由になれる気がするんだ。どこまでもつながってるんだよね、海も、そしてこの空も。つまり世界中が全部。それって当たり前すぎてつい忘れちゃいそうになるけど、本当のことだよね。実際に目でそのことを確認できるわけじゃないけど、それでも本当のことだよね。そのことを思い出せば、いつでも一人じゃないし、心はどこにだって行けるよね。あ、てへ、今私っておかしなこと言ってる？嫌なことなんてすぐ吹っ飛んじゃうよ。ほら、こうやって木陰の中で空気をいっぱい吸うと胸の中がスーッとするでしょ。頑張るぞって力が湧いてくる。これってすごいんだ。してる。でももっと不思議なのは、実際に触ってみると木って冷たくないんだよ。春は桜の花やこの欅が綺麗なんだよね。この川肌が湿り気を帯びた濃い茶色でね、黒って言ってもいいかな。そして葉っぱが輝くような色なんだよね。その黄緑が黒と隣り合うから一層眩しく見えるんだ。私は毎年あの風景を見るだけで、あーいいなーって涙が出そうになる。え？どうして？ああ、これ？てへ。気持ちよくっても嬉しくっても涙ってこぼれそうにならないかな。翔吾くんは違うの？私はそうなんだ。あ、それっておかしいのかな。
本当？てへっ、ありがとう。私これからね、インターネットカフェに行ってくる。誰かが何か書いてくれてるかもしれないよ。楽しみなんだ。ドキドキするな。じゃあね、翔吾くん。バイバーイ。マグロ、お前初中見舞い来たか？ミフちゃんからの初中見舞い？もらったっす。感激っすよ。店長！もらったよ。なんだね。これ、ショーゴの見せて。これ、これが俺の。店長の見せて。順番から考えるとマグロ、ショーゴ、俺、店長。お話になってるんすね。
いや、待てよ。トビーは？奴だってもらってるだろ。ですね、ボーデン。多分。これにはなんて書いてあるんだろうな。心は難しいものっす。俺にはこの答えがわからないっす。君たちは思い違いをしている。詩の解釈とはそんな風に一つの解のみを追求すべきではない。いいか、文章も数式も言語を用いる表現であるという意味では同じだ。だがしかし、文章とは数式ほど厳格なものである必要はない。ある制約を受けつつも、もっと自由に果てしなく広がりのある表現でいいのだ。よーし、乗ってきた。ここからが本題だ。まず、表現とは。リフってちょっとおかしな感じでしょ。放っておくと、どんどん一人の世界に没頭しちゃうようなところがあるから、もう少し普通のことを書けないのかな。って、俺の解説は？来るな。で、シンさんの言いたいことわかるもん。でもね、そうだな、食べることに例えるとわかりやすいかな。みんなお腹がすく、そしたらご飯を食べる。そして誰がどんなものをどんな風に料理して食べようとも、それは自由、決まり事はない。理解したのか？本当に。食文化が違うだけでマグロを食べるのが野蛮とか言われちゃうから、ほんと信じられないっすよね。ちらほらあったよね。ミクちゃんの本当はないんだ。
気落ちすることないよ。だってまだ公開したばかりだよ。これから工夫して内容をもっと良くしていけばいいじゃん。ね、ネオちゃん。ありがとう、シンさん。そうだ、ネオちゃん新しい記事持ってた。更新しよう。うん、記事は今までいっぱい書き留めてきたからいくらでもあるよ。でも、いつもシンさんのパソコンを頼るのは嫌いけちゃうな。いいよ、別に構わないよ。ううん、もっとインターネットカフェを活用するようにするね。いろいろ勉強しなきゃ。わからないことがあったら教えて。OK!ショウコもわからないことがあったら教えてやるからな。だって寿司屋からマグロが消えたら一大事っすよ。どうしよう。もし法律とかで制約されたら俺の未来は真っ暗闇っす。恐怖っす、不毛っす。ああ、一体俺はどうすれば。そんな時代のれをくぐってまず何から注文すべきですかね。ちょっとくらいの嫌なことなんてすぐ吹っ飛んじゃうよ。ほら、こうやって木陰の中で空気をいっぱい吸うと胸の中がスーッとするでしょ。でへっ、気分だよ気分。本当に行けるわけないよ。でもね、海を目指すって思うとちょっと心が躍るでしょ。